今日ね休みなんすよ。でちょっと雨じゃなくてね曇りって予報やってんけど、結構日は強くて暑いんやけど、海行きたかってんけどね、僕のここ宿からね海まで徒歩2時間かかるんよね、片道なんで。昨日ねちょっと教えてもらった、あのごめんラーメン屋さんまた今度行くから行くんやけど、あのお相撲さんがやってるなんか食堂があるんよ。そこにちょっとドスコイ乗り込んで行ったろうかなとそう思ってるわけで、まあ歩いたらちょっと時間かかるんやけど、昨日の夜もまあそこそこ食べたんで、プラプラ行きながらそのお店食堂を目指していこうかなと。いやけど景色はいいわ、すげえいいわ。緑がたくさんでよろしいことで、結構車が通る。お、なんやこの電車は、なんや俺が乗ってきたやつか。いいよねこのなんかまっすぐな線路、これ見てるだけでなんか癒されるわ。ほんまどこまで行くんやろ、どこまで行けるんやろ。これ横歩いていいよね、いいよねこれ。ちょっとマジあの道合ってるかどうかわからへんねよ、何も調べんと歩いてるから。多分こっちやろなっていうぐらいの感覚でしかないけど、まあなんとかなるでしょ。ぶらぶら行きましょう。こんな川でも眺めながらね。すげえ、こっから箱根って16キロぐらいで行けんねんね、めっちゃ近いんや。箱根も行ってみたいんよね、行ったことないから。静岡おもろいやん、めっちゃいいね静岡。いまあちょっとレンタカーとか借りてもええかなと思ってんけど、箱根はまた今度や。やっぱ水もめっちゃ綺麗ね、川の。癒されるわ、もう嫌なこと全部忘れれるもんねこれで。ほんまになんかその行きたい食堂のルートを検索せんとプラプラ歩いてるだけやから、合ってんのかどうかマジ分からへんけど、なんか今まで全然なかったコンビニが2軒出てきた。ローソンとセブイで、しかも島村までなかなか栄えとるなこの筋は。ラーメン花月まである。服買おうかな島村こうでしょうか。あ、一応ね駅の方にほんまに向かって歩いてるつもりやねん、つもりよ。まっすぐ歩いてるだけやけどつもりなんよ。やっぱりどうやら道を間違えてたみたいやわ、ちょっと戻らなあかんわまあこれもね、まあ旅というかほんま調べんと言ってる醍醐味の一つやかんね。
これでいいよ、これでいいよ、俺の静岡レトロ喫茶ドタバタレトロやったらちょっと静かにさせてほしいけどいいね、なんかこのね、好きやわ、なんかレトロ喫茶ドタバタめっちゃおもろいやん、すげえ気になるよねわちゃわちゃしてんのかな、中入って静かやったらびっくりやけど、ドタバタしといてほしい。静かやけど、そのなんか作ってくれはる方が俺みたいにわちゃわちゃしてんのかなすぐこぼしたりとか。ネギかなんかかな、このねえ田んぼっていうんかな、なんかあれなんでしょ、あの田舎の人に聞いたらなんかカエルの匂いがわかるっていうよね俺にはちょっと理解できひんかってんけど、この前ちょっと喋ったらカエルの匂いってわかんねんって言ってうせやんって言って、どんな匂いやねんってね、一種の特殊能力なんやろねめっちゃ暑いわすげえ暑い、結構歩いたで、ほんまに。なんかルート間違えたなって言ってからこっちで合ってんのかは定かではないけど、多分合ってると思うんやけどね。こっから富士山見えへんかな。山もあるからいいよね、静岡ね。ね、すごいとこ歩いてるでしょ。もうかれこれね、多分1時間以上歩いてんで。マジで。ほら、多分合ってるんやけどね。なんもねえけど、なんもない道をひたすら歩いてる。昔ね、岐阜県に行った時になんかこんな感じやったよね。なんかそれすごい思い出したわあの時もね、めちゃくちゃ過酷やってね、まあいい思い出やねんけど、なんかそれに近いものを通ずるものがあるわ。岐阜県に似てるよね。海ないけどさ、岐阜県って、なんかこの山の感じとか、どんちゃんやんけ、あれどう見てもどんちゃんでしょ。なんとかでーっつって、いくぜースロットやる人にはわかるやろうけどねまさかこんなところでどんちゃんに会うと。ダーンまた広い畑が出てきた。ビニールハウスやん。なんなんやろね。静岡といえばわさび。ちゃうかったっけ？静岡でわさびちゃうかった？あとなんやろ。
カラオケタッチ。なんか何のカラオケやこれ。大丈夫？ちょっとひっつきすぎじゃない？怪しいな。いや嫌いじゃないよ。このなんか足がサバサバサバってなってんの。ほんまはもっと近寄りたいんやろな。けどこれ以上近づいたら、別料金が発生しますっていうやつやな。うん、なるほど。多分もうすぐなんよ。相撲取り、元相撲取りがやってるご飯屋さん、結構な爆量らしくて楽しみでしかないけど、かれこれもう1時間以上歩いてるからね。あった、ここや、飯しんちゃん、やっと見つけたで。うわすげえ、もう入ってんな、めちゃくちゃ楽しみでしかない。こんにちは。え、行けます？はい。こんなところに友達がおるとは。静岡にも友達はおるもんやな。気持ちいい。なんかこういうのが気になるんよね。かかるんかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャレンジメニューあるやん。いや、さすがにこれはちょっとあれか。ちょっと待って、え、これ行かなあかんかな。カツカレー行こうか。カレー 2.5キロ、カツ1枚。いや、さすがにこの7キロはちょっと行かれへんしな。じゃあ行こうか、このカツカレー。やっぱりちょっと普通のやつ食いたいわ、ごめん。このもつから定食うまそうやな。これもつから定食にしようか。せやな、もつから定食と、ラーメンも食う。半醤油ラーメン。足も渋いな。やってくれるやん。もつから定食かな。と、これ半ラーメンっつっても多分ね1人前ぐらいあるんで、普通に多分1人前余裕であるわ。このもつからもめちゃくちゃでかいもん、ほんまにでかい。やってくれるやんけ。
モツもねプリプリでね、めちゃくちゃ味が濃くてご飯がほんま進むわ。この唐揚げもどっちかっていうとなんか竜田揚げみたいな感じでね、衣が軽い感じなんですけど、でラーメン、チャーシューも入ってて、ご飯も入ってたけど
カレーのルーの単品ってあります。カレーのルーの単品ってあります。はい。おかず食い切ってしまったんで、ご飯が残っとんでカレーのルーを単品で行ったろうかな。カレーのルー単品めちゃくちゃ量あるで、これもまたすげえうまそうやけど、ええ匂いするわこれ、ほんまに。これはもう絶対うまいやん。このご飯にももともと唐揚げのうまみやらホルモンのうまみとか混ざってるからね。これとカレーが合わさった時は最強やん。食えそうやもんねさすがにちょっと、ね、お店の方にも迷惑かかると思うんで、これにて、終了とさせていただきますけど、大変美味しゅうございました。ありがとうございます。めっちゃうまかったわカレーもね、なんかちょっと果物の酸味が効いたぐらいの、かつスパイシーなカレーで、もうめちゃくちゃうまかったね。また来ようと思ったもん。で、帰り際にね、おつまみメニューで、ポテトフライ1キロがあったんよ。思わず聞いてしまった。1キロあるんすかって。また来れたらね、ポテトフライ1キロ食いながらビールでも飲もうかなと。ビールでも飲もうかなと。そう思ったりもするんやけど、唐揚げもマジうまかったね。ほんまにうまかったわ。拳ぐらいある唐揚げやったからね。
何しかでかい。隣で食うてる人のカツ丼もすっげえうまそうやったし。あと静岡、2回ぐらい休みあんねんけど、1日はちょっと出なあかんねんけど、あるんで、そのうちの1回、もう1回ちょっと来てもいいかなって思うぐらい、うまかったです。ありがとうございました。ドスコイプレイボーイ。はぁ、あ。さあ、またナビ入れんと、ブラブラと帰ろうか。水分はいるやろ。ホワイトソーダ。うま。最高じゃねえか。うわ、すっげえ。初めて見たわ。メロン狩り。メロン狩りは初めてやな。ここなんかな？ここでできるんかな？いや、これはあれやろ。ブドウとかなんかその辺ちゃん。上からぶら下がってるし。ちゃうんか。メロンって上からできんでしょ。したよな。けどこれって思うんやけど、横からは防御できるけど、上から鳥に狙われたりせえへんのかな。どうでもええわってね。ええ、雲しおりやないかい。ね、多分今日ぐらいしか晴れる日ないんちゃうかな。曇りとか。あとはなんか週間天気見たら全部雨っぽかってんけど。ラッキーやわ。こんな日に休みが取れるなんか。やっぱうちの会社持ってるな。褒めとこ。持ってるわ。最高の会社やで。ほんまええ雲してへん？これ。マジで。こういう道もほんま大好きやわ。全然帰り道ちゃうけど行きたなるもんね。足が引き寄せされる。足が引き寄せられるか。せやな。ついついフラッとね、行っちゃうんよ。これなんやろ。いちごとかそんなんかな。あかん、帰れんくなるこれ。宿に帰れん。あ、トンボや。トンボ。赤トンボ。ああ、最高やん。いや、海ばかりちゃうな、やっぱり。なあ。ほら、雲が近づいてきたで。あかん、もう、あかんわ。ほんまこれ以上いったら、帰れんくなる。いや、帰れんくなるって言っても、帰っても別に何することもないんよね。競艇やるかスロット行くかやれんけど。ねえ。いや、そんな時間なんかもったいないやん。せっかくね。静岡来て。あ。何？アメンボみたいなおるんかな？水ピチャピチャなったから、おるんやろね。アメンボみたいな。
ほら結構ピチャピチャなってんもん。ああいうちょっと細いところも歩いたら怒られるのかな、歩いたらあかんのかな、これのあかんやろな、やめとこう。まあまた怒られたりしたらあれやからやめとこう。オタマジャクシとかおるんかな、あ、おったおった、オタマジャクシおる、見えた、ほらオタマジャクシやわ。うわ、すげえ。カエルはあれやけど、オタマジャクシは可愛いよな。カエルじゃん、あれ。ちゃうか？でかいぞ。やっぱおるんな。昔はなんかね、ザリガニ取って遊んでたけど、ザリガニ釣りってやつかな。今の子ってそんなんせえへんのかな、あんまり。なあ、ザリガニとか家で飼ってたような気がすんもん、子供の頃って。あっつ、鳥がおる。あれなんていう鳥なんやろ。やっぱりあれなんでしょう、こういうところの害虫とかをこうね、食べてくれるから農家の人にはええんやろな。ちゃんとあれなんかな、こういう苗っていうかな、苗を外して止まりよんかな、足踏んだりせえへんのかな、えらいな。じゃあ農家さんとウィンウィンな関係なわけやな。